おやすみ文学第55夜小山田寛子、アナ皆さんこんばんは、長谷川正史です。今日も芥川賞受賞作をやっていきたいと思うんですけども、えー、まずはじめにはっきりと言ってしまいますが、今回の小説は、えー、正直わからない小説ですね。あの、素直にわからないお話だと。 えー、認めたいと思うんですけど、で、面白いは面白いんですよ。で、あのー、わからない小説っていう言い方の意味はですね、あの、こういう話だろうと知ったかぶったりですね、あの、決めつけをしては危険な小説なんじゃないかっていうことですね。あのー、慎重に語らなければならないような気がします。 でもですね、こう決めつけたくはなるんですよ。こういう話、きっとこういう話だなっていうふうに決めつけたくはなるような内容でわ、えー、からないままだと不安なんですよね。なのでこう人に話すときはね、こういう話なんじゃないかって言いたくなるんですけど、ちょっとそれは多分危険だろうなっていう感じがしてまして、なかなかね、そういう意味ではやっぱりあの珍しくて面白い話だなとは思います。 であの難しいわけではないんですよね。お話自体は難しいわけではなくて、読みやすくてリ,リズムもあって、サクサク読めるんですけども、まあ、これこそいろんな解釈ができる。まあ、えー、僕の良くない癖としてですね、えー、無理やりこう深読みしていろんな解釈をしたがる傾向はあるんですけど、まあ、これこそね、そのいろんな解釈ができますし、 あの作者自身もそれを求めて書いてる部分はあると思います。できっと作者なりの正解も一応あるはずですね、これは。あの確実な答えは一つあるとは思うんですけどえ、それはもちろん当てても当てなくてもいいんですよね、読者としては。まあ、自由な読み方ができますからえ、作者の意図とは違っていても全然いいとは思うんですけど、 えー、例えばですね、このラストの一文一つ取っても意見は分かれると思うんですね。これ、えー、ちょっと色々とレビューを読んだんですけど、この一文をですね、なんとなくハッピーエンドで終わったんだっていうふうなことを書いてる方もいらしてですね、えー、僕はですね、いやいやまさかと思ってしまったんですよね。まあ、ちょっとホラーだと思ったんですよね。あの、前回の、えー、54夜で取り上げた爪と目、 とも違う、ちょっとラスト一文の、こう、ちょっとゾッとするような、えー、ハッとするようなですね、あ、そういう話だったのかっていう、ことを思ったんですけど、まあ、ホラーというか、えー、皮肉なのかなっていうね、えー、微妙なラインじゃないかっていうふうには、そういうふうにも思い、思えますね。で、どういう皮肉かというと、例えばですね、田舎のご近所付き合いストレス、 みたいな、そのゴシップストレス、ゴシップ同調圧力みたいなのを批判してるのかなって思ったんですけど、そんな簡単なまとめでいいのかって言われたら、さすがに安直すぎる受け止め方じゃないかなとも思ってしまってですね。まあ確かにでもね、ハッピーエンドだと読もうと思えば読めちゃうんですね。だからこれも、えー、的外れではないと今ちょっと思いましたね。なんとなくちょっとポジティブな感じもするなぁ。そういえば。まあでもちょっと僕は怖 怖いっって思ったんですよね、えー、その土地に染まってしまったのかっていうようなね、えー、ラストにも受け取れたんですけど、えー、ちょっとそういう意味でこれぞあのいろんな解釈ができるという意味ではですねあのやっぱり他の人の感想でですね自分の解釈を補完したいっていう気持ちがめちゃくちゃ高まったんですよで えー、それを踏まえてこの解説動画を撮りたいと思ったんですけどそんなの自分の意見じゃないじゃんってね、えー、パクリじゃん人の意見のパクリじゃねえかって言われるかもしれませんけど、えー、どの人の意見に賛同するかまあ同意するかしないかそこまで含めて僕の僕長谷川のね読み方だと、えー、思ってるんですね、えー、まあ当たり前なんですけどだからあの人の意見に 左右はされるんですけど、その左右される人は選,選んでるんですよ、自分で。えー、そういう意味ではあのー、そこまで含めても僕の読み方と言っていいんじゃないかなと思います。で、誰の意見を参考にしてるかというと、もちろんね、芥川賞選考委員の、まあ、プロの、えー、芥川賞作家たちの意見を参考にしてますし、あとは Amazon のね、あのレビューと、 あとは読書メーターっていうね、えー、読書専門の、まあ、SNS がありまして、そこのレビューもね、あのー、ちょっとやっぱり本好きな方が書いてるので、えー、参考にしてですね、えー、それで解釈を補完して、えー、そういう楽しみ方こそ、えー、純文学、あるいはね、その芥川賞っていうものの楽しみ方なんじゃないかなと僕は思っていますので、ちょっとお伝えしたいなとは思,思います。 で一応、作品の概要としてはですね、まあ、簡単に説明したいんですけど、主人公は松浦朝日さ,さんというえ、おそらく30代の女性だと思うんですね。で、非正規社員、まあ、正社員ではない、えー、状態で働いていて、ちょっと何の仕事かはちょっとわかんないんですけど、えーまあ、ある県、県と書いてあるので、まあ、東京ではない、東京、大阪とかではないんですけど、まあ、県内在住。 で、夫の転勤に伴い退職し、夫の実家の隣に住むことになるんですね。えー、だから、その非正規社員を辞めるんですけどね。同じ県内の移動なんですけど、遠いので辞めるっていう形ですね。まあ、正社員でもないですし、ということで。で、その転居先で奇妙な動物と出会うんですよ。この動物が最後までわかんないんですけどね。で、そこから、その、あのー、不思議の国のアリスみたいにファンタジー世界に飛ぶのかと思いきや、てん,てんてん。 っていうふうにね、えー、書きましたけどもですね、あの、飛ぶのかと思いきやって書いてったってことは飛ばねえのかって思うかもしれないですけど、え飛ぶは飛ぶんですよ。飛ぶは飛ぶんですけど、本当に飛んでんのか、どこまで高く飛んでんのかっていうところはちょっと曖昧なままなんですね。えー、どこからどこまでが現実で幻想か、その境目が最後までわからない小説なってるんですね。 えーまあ、こういう現実と幻想が、えー、曖昧になってこっちになってるっていう言い方される作品ってすごくたくさんあってもこれってワンパターンじゃんって思,思われると思うんですけどちょっとそういうのと違くてですね一線を画していまして、えー、この現実と幻想の境目が最後でわからない、えー、しかもさまざまなことについてわからないんですよ最後まで。 物語以上めっちゃ大事なことに関してもわからないんですねこういう作品はなかなかないと思いますよ、えー、そしてさらに付け加えるとですね、えー、そもそも主人公朝日の目物、えー、の,の見方ですよねこれが本当に正確なのかどうかっていう問題もあるんですね選考、えー、委員の島田正彦さんがですね えー、もうドンピシャのやっぱり表現をうまくされてまして、えー、語り手の眼差しに絶妙な歪みが入っているっていうふうにね、えー、書かれてるんですけど本当にちょっと異常なぐらい引きというかですねその主人公のカメラの、えー、寄り方引き方がね微妙にあの普通とはずれてるなっていう気はするんですよね僕がこの小説を読んでて思い出したのはですね えー、北野武監督の,あのキッズリターンっていうねあの名作がありますけどあの映画でヤクザの石橋亮さんがですねあのまあ本当に自転車のおっさんに急に撃たれて殺されるシーンがあ,るあったと思うんですけどキッズリターンだよな確かあのなんかあれってすごくショックだったんですよそんな、えー、絶対殺されるような場面じゃないところで殺されたのでびっくりして あのしばらくこう自転車が後ろから来ると撃たれるんじゃねえかっていうねそういうなんか謎のトラウマを感じ続けた時期がありましたけどもああいうシーンをこう本当に何でもない引きで撮る北野武ってすごいなと思ったりしたんですけどまあそういうちょっとねあのれ冷静すぎるというかねドライすぎる視点があったりとかですね朝日の見方がですねちょっとこう ちょっと時々怖いっていうことがあったりして、なかなかね、あの、普通のことを書いてても目が離せなかったりするんですよ。で、ここをちょっとあの、例があった方がいいと思いますので、えー、ちょっと朗読も行きたいんですけど、朗読でちょっとね、お聞かせしたいと思います。えー、まあ、最初の方ですね。えー、職場の同僚に退職のことを伝えるシーンをちょっと読みます。会話のシーンですね。ああ、あ、でも私も辞めちゃいたい。私も彼氏が急に出世して転勤にならないかな。 松浦さんは仕事はどうするのまた探すのはい。でも田舎なんであるかどうか。夫の時間が持ってる借家にタダで住まわせてもらえるらしいので、生活はなんとかなりそうです。嘘。じゃあ専業主婦彼女はまた目を向いた。夢みたい。夢みたい夢みたいですか夢みたいじゃない。養ってもらえて、自分はお家でお家のことをゆっくりやって、パン焼いたりさ、ガーデニングしたりさ。 いいないいなで。ちょっと中略次のページいきますね私は職場で親しく話をするのはほとんど彼女だけでそれは正社員の人とは話してもうまくかみ合わないことが多い以上に私が人見知りなためだと思うがしかしそんな彼女ともあまり踏み込んだ話をしたいとは思っていないしかし彼女はどういうわけか私に妙にいろいろな心労や心配について語ってくれる という序盤のシーンがあるんですけど、この会話とその後の、まあその彼女との関係性を語る字の文、えー、どう思いますかね皆さん。これ若干馬鹿にしてるのかなって思えなくないですかあるいは、いいだろう、専業主婦ってマウント取ってるいや、それはさすがにない。そこまで、こうね、あの、 嫌なやつではないいと思います。でも同僚の人のこの専業主婦に目をキラキラさせることに関しては違和感は抱いているんじゃないか、えー、あるいはその彼氏さんがなかなかその独り立ちできずにその非正規社員を辞められない彼女に対して同情しているのかあるいはそうじゃなくて、えー、もっと親近感親しみを感じているんだろうか どれも合ってるようで、どれも違ってる気がするんですよね。この距離感、絶妙じゃないですかね。この朝日とこの職場の同僚、こういう関係性ってあるじゃないですか。あの職場の中では一番仲いいけど、でも別に、ね、プライベートであって、そこまでずっとその付き合っていきたいかっていうと、別にそこまでじゃないっていうような関係性。これすごいリアルですよね。こういう関係ってめちゃくちゃ、 ああるあるじゃないですかでもなんかこのだから仲いいとか友人とか親友とか職場の同僚とかっていうあの肩書きだけで語れるような関係でもないあのそういう言葉の定義の網の目を抜けていくような関係なんですよね。 でこういう細かいリアリティのある描写がずっと続くのでやっぱりどこまでが正しくてどこまでが正しくないのかっていうことも曖昧になってくるような構造になってるんですねでさらにそこからそのファンタジー世界に飛びかねないというか飛ぶようであって飛ばないぐらいの世界に入っていくのでさらに曖昧になっていくんですねこの物語全体がですね じゃあなんでこれほどまで曖昧な世界を描くのか。こっからやっと僕のあの思い込み、決めつけを語りたいと思うんですけど、やっぱり後半クライマックスっていうものがありまして、えー、本当にいるのかいないのかわからないある人物がですね、大事なことを言うシーンがあるんですね。で、これは本当に訴えたい切実な叫び声として僕はあの、はっきりと聞こえてきたんですけど、 これをより一層際立たせるためなんじゃないかと思うんですね。本当に言いたいことが、えー、まあ終盤で出てくる。その声はめちゃくちゃすごくはっきりと聞こえてくるんですよ。もう絶叫みたいな形でですね。で、それのやっぱりインパクトってのは最高に強い。えー、最大限に発揮されるんですね。だから、それまでの世界が曖昧な、そのための曖昧さなんじゃないかっていうことは、 えー、思いましたね。えー、それがだからとても効果的に使われているんですね。えー、平六作のイタチ泣くという作品もまさにそのイタチの、えー、泣き叫ぶ声がそのような形で表現されていますので、えー、一番訴えたいことを強く伝えるため物語の環境設定がすべ、えー、て伏線になっているんだっていうことを僕はそういうふうに受け取りました。 合ってるかどうか分かどど、うりませんけど僕はそういう楽しみ方ができたので、えー、非常に満足はできたんですけど、えー、それでもなおね他の他の件に関してはねやっぱ、えー、分からないものも残っているものが、えー、いくつかあるんですね例えばですねその旦那さんこの朝日の旦那さんがどういう人間なのかっていうねこの人もねちょっとやっぱりあのー ちょっと怖いんですよね。あの、携帯をずっといじってるんですけど、それが何を指しているのかがわからないっていうかね。まあ、浮気相手がいるのかとかね。そういうことも考えられるし、そうすると話はまた違ってくるよなとかね。そういうちょっとね、あの、曖昧さに幅が持たせすぎて、 で、ふわふわわしてるところが、不気味な魅力をね、非常にあの強めている作品でもありますのでちょっとこの解説動画自体がねまとまりがない曖昧なまま終わらざるを得ないんですけどまあそれがこの作品の雰囲気を伝えていると思いますのでこのまま終わりたいと思いますそれではおやすみなさい